はい、皆さん、シュートです。本日も一般的な世代に体の秘密や可能性に楽しく紹介されていこうと思っております。はい、本日はますけども、苦手な動きを改善させるコツについてね、紹介させていこうと思っております。まあね、プレイしてるとですね、この得意な動きと苦手なプレイですね、っていうのはあると思います。で、この苦手なプレイがね、生まればですね、もっとパフォーマンス上がらないなって悩んでる方結構おられると思います。だからといってですね、この苦手なプレイ、一回何回も練習してるけど、もうどうもしっくり来ないというか、やってもやってもなんかうまくいく感じが出ないなって悩んでる方かなりおられるんですけども、これですね、ただ練習するだけじゃ結構辛いです。というのもですね、ちょっとね、こう、それは体の使い方にちょっと秘密があったりとかしますので、今回ですね、この苦手なプレイ、動きですね、これを改善させるための、まあ、一つのアイデアですね、コツをお伝えしていけたらと思っております。前半ご紹介のボードで紹介させていただいて、後半実際に事前に紹介させていただきますので、最後見ていただければと思っております。よろしくお願いします。はい、そしたらですね、苦手な動きをね、改善するにはどうしたらいいか、コツですね、紹介していきたいと思います。まず、コツを紹介する前に、そもそも苦手な動きと得意な動きって何が違うかっていうのを話していこうと思います。これはですね、これです。アウター寄りになってる動きか、インナー寄りになってる動きかって形になります。同じ体ですよ。同じ選手、同じ体でプレイしてても、そのプレイの中、試合の中で、苦手な動きするときは、ちょっとアウター寄りになるんですね。まあ、具体的に言うと、前ももに力みが入るとか、肩が上がっちゃうとかね。例えば、あとは腹圧のボールが効かなくなって、体の中心が抜けちゃう、もしくは落ちちゃう。骨盤的には落ちちゃうんですね。体が重たくなったりとか、動きが硬くなったりするような現象が起こってしまいます。一方で、まあ、得意な動きをしているときっていうのは、インナー寄りになる。まあ、例えば、もも裏が効いたりとか、内転筋が効いたりとか、腹圧のボールが入って、重心がちょっと上がったりとか、体の中心がしっかりと効く、体の、この辺にバネを感じるような動きができている動きっていうのが、結構得意な動きになりやすいですね。まあ、いわゆる、まあ、逆に言うと、得意な動きっていうのは、体がうまく使えてるから得意なんですよ。苦手な動きっていうのは、体の使い方が下手だから苦手なんですよ。っていう話になってきます。なんで、この、アウター寄りに崩れてる動きと、インナー寄りになってる動き、この2パターンが、プレイの中、同じ試合の中でもあるということをね、まずは理解していただきたいんですね。そしたら、じゃあ、この苦手な動きをどうやって改善していくかっていう話になるんですけども、この筋活動を意識して やればいいのかっていうと、まあ、それでもできないことはないんですけど、めっちゃ難しいんですよね。なかなかきついんですよ。そこでですね、ポイントになるのが、これです。動きのイメージなんですよね。このイメージがですね、得意な動きと苦手な動きではかなり差があります。すごいずれてるんですよね。全然違うんですよ。ここにまず気づいていただくことがまずポイントです。まあ、例えばですよ。例えばこれちょっと一例なんですけども、すごいステップワークとか、まあ、切り返しが得意な選手ですね。まあ、サッカーですね。一例ですよ。で、こっちポストプレイだと思ってさ、トラップして、ポストプレイで体で背中背負って、ボール散らさないといけない、みたいな動きですね。この動きするのちょっと苦手なんだよな、みたいな。ボールを収まんないんだよな、みたいな。すぐなんか倒れちゃうんだよな、みたいな方ですね。こういった方はですね、じゃあ、体の動きのイメージ、この時とこの時とどうなってるかなって比べてみると、得意な時は、あ、なんか、バネ感があるように動いてるな、とか、なんか、素早く動くような感じがあるな、とか、なんかこう、なんですかね、リズムで言うとなんかターンって動いてるなーとか、なんかリズムがターン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 とかね、いい感じで躍動感あるような動いてるなーみたいなイメージがあるとします。じゃあ苦手な方をちょっと振り返ってみると、なんか丁寧にとか、腰を落としてとか、ゆっくりとか、どしっと安定させるようにみたいなイメージ入ってるな、みたいな形になると思います。なったりします。そしたら、実は、このイメージがですね、アウターに崩してて、このイメージがインナー寄りにするってことがあるんですよ。もう脳ってすごいんですけど、ちょっとしたイメージの差で、インナー寄りに傾くか、アウター寄りに傾くか、みたいなことが起こってしまいます。ちょっとね、誤解してほしくないんですけど、このイメージ全部が悪いわけではないです。今回の例ですね。人によっては、こっちのイメージでインナー入る人もいます。なので、いい、得意な動きをしてる時のイメージと、苦手な動きをしてる時のイメージの差ですね。ここを見てくださいね。この言葉はあくまでも例なので、これが絶対だと思わないでください。なので、得意な動きをしている時のイメージ、苦手な人の動きのイメージの差があるとします。で、このイメージがアウターに崩す。このイメージがインナーに入るっていうような役割をしてまして、じゃあ、このインナーに入るイメージをそのまんまですね、苦手な動きに持ってくることができればですね、こっちの動きもインナーになるんですよ。これすごく便利です。脳って不思議ですよね。めちゃくちゃ不思議なんですけども、イメージ一つで体の使い方ってガラッと変わっちゃうんですよね。
まあまあ、まあその話ね、まあまあちょっと置いといて。で、ただですね、この一緒にするってなった時に、いやみたいな。この動き、例えばポストプレイの動きと、切り返しの動きって、そもそも筋活動も違うし、動きも違うし、こんなん一緒のイメージになるわけじゃない、なるわけないじゃないかっていう方もいると思います。ただ、そんなことないんですよね。ここが大きなポイントでして、これ、変えすぎてるんですよ。逆なんですよね。違う動きだって思いすぎてて、やり方変えすぎてるんですよ。特に、ここはですね、知識が入ったりとか、監督から指導されたりとか、コーチから指導されたりとかしてですね、もうめっちゃいっぱい意識してるんですよ。いろんなこと。膝は曲げないといけないとか、なんか、横隔膜下げてお腹を膨らませるようにしないといけないとか、なんか手を使ってとか、まあ、いっぱいね、条件付けされてて、こっちのイメージとかけ離れた動きになっちゃってることが、もう、たたあります。苦手な動きの時にですね。そんな時って、全部アウターのスイッチになっちゃってたりするんですよ。これを一回取っ払ってもらって、このインナーで動けてる時の、まあ、結構無意識に近いと思うんですけど、こっちはね。こっちは今出してますけど、結構無意識で動けてると思います。まあ、そっちがね、一番インナーで動ける方法なので、まあ、それをあえてこのイメージ化して、このイメージをまんまですね。例えば、ポストプレイするにしても、バネ感を持ってポストプレイしようとか、リズミカルに中に入っていってプレイしようとか、どしっと構える面じゃなくて、パンタンタンっていう感じで動いてポストプレイしようとかですね。躍動感持ってやろうとか、もうこうイメージをちょっと変えてあげるだけで、動きの質、例えば前ももがすごく力んでたのが、あ、ちょっともむらでなんかできるようになったとか、お腹全然力入んなかったのが、お腹力入るようになってコンタクト強くなったとかですね、肩が折れてきて腕疲れるようになったとかいうことが、このイメージを揃えてあげるだけでも起こったりするんですよ。まあ、それぐらいですね、この運動のイメージっていうのは、インナーよりになったりとか、アウターよりに左右しますっていうことですね。で、苦手な動きをしてるときは、もうほとんどの場合、アウターに崩れるようなイメージをしてしまっている。なので、これを得意な動きの時のイメージに変えてあげる。これができるとですね、苦手な動きを改善していくことが少しできます。はい、そしたらですね、実際に全然していこうと思います。はい、そしたらね、実際にやっていこうと思います。まずですね、イメージがね、どれぐらい体に影響するかをね、チェックしていただきたいんですけども、まずね、ちょっと体、もまげとかですね、軽くジャンプとかね、してみてください。でですね、一回ね、得意なイメージしてみてください。このプレイ得意だなーってイメージを一回してみてください。イメージだけです。動かなくていいです。イメージをします。でイメージしたら、そのままでもう一回ね、足上げたりとか、ジャンプしてみてください。そうすると、あ、なんか、ちょっと軽くなったかもなんだ。じゃ、今度、逆に、苦手な動きのイメージしてください。苦手な動きですね。そうすると、足上げると、あ、なんか重たくなった。あ、なんか、飛べなくなったぞ。重たくなったぞ。みたいなことが起こってきます。これって、イメージだけで、インナー寄りになったりとか、アウター寄りになったりとかしてるんですよ。もうちょっとイメージがですね、悪いと、動きって変わっちゃうんですよね。それって、動きのこと関係ないですよね。どの動きをしてるかじゃなくて、もう動く前のイメージからそうなって崩れてるんで、苦手な動きしに行くときにはもう体崩れちゃってるんですよ。そうすると、いいプレイなんか、当たり前ですけど、できないんですよね。これを何回も何回も練習してもですね、苦手なイメージでずっと練習しちゃうと、どんどん崩れていっちゃうんですよ。なんなら、得意な動きすらも崩れてしまう可能性があったりするので、ただただ苦手なってイメージを持ってプレイしてしまうのは、すごく危険なんですよね。じゃあどうしたらいいかというと、得意な動きのイメージを苦手な時の動きで使うってことですね。なので、得意な動きですね、その時のイメージをちょっと探してみてください。例えば、まあ、さっき言ったね、バネ感で動いてる感じがあるなとか、なんかこう、リズムで言うとターンって動くようなイメージだなとかですね。まあ、そういったなんかイメージを出してください。なんかトランポリンで動いてるみたいなイメージがあるなとか、まあ、なんでもいいです。なんかイメージを出してください。それと、苦手な時のイメージを比べてみてください。なんかドシッと動いてる感じがするなとか、なんかグッて地面を押してる感覚があるなとか、効果音で言うと、なんかガンって動いてる、ガンガンガンって動いてるなとかですね。そういったイメージの差を出します。そしたら、得意な動きの時と苦手な動きの時ってイメージなんか違うなみたいな、出てくるわけですよ。そしたらですね、この苦手な時の動きで得意なイメージをなんか入れれないか、一個ずつ試してみてください。例えば、まあ一回、ターンって動いてみようかな。例えば、ポストプレイするときに、ターンって動いたらいいかな。もしくは、躍動感持つようにやった方がいいのかなとか、そうですね、なんかバネ感を持って動いた方がいいのかとか、まあいろんな動き方があると思うんですけども、なんかイメージですね、やってみてください。その中で、なんか、ハマるものですね。あ、なんか、動きの感覚変わるかも、みたいな。これなんか動けそうな気がするぞ、みたいな。やつが見つかります。結構ね、人間って素直でして、もうこうやってやった時から、あ、なんか、これだったらトラップできるかも、みたいな感覚が出てきます。逆に悪いイメージだと、なんかこれちょっとトラップできんな、みたいな。これなんか、ボール外しそうだな、みたいなとかね。結構ね、分かったりするんですよね。それを頼りに、自分が
どういう動きのイメージすると苦手な動きがやりやすくなるのかを探してください。いきますかね。得意な動きから苦手な動きに動きのいいイメージだけスライドする。で、苦手なところでも得意な動きでなんかできないかを調べるんですね。探してみるということですね。それをやることによって、あ、なんかこれ苦手なんだよなっていう動きが、あ、なんかできるかもみたいな動きに変わってくるんですよ。そこをですね、うまくやっていただければと思っております。行きましょうか。まあ、ちょっとね、今日はイメージの話なんで、ちょっと難しいとこあるかなと思うんですけども、脳って本当にすごいので、ちょっとしたイメージで動きがガラッと変わってしまいますので、本当にね、ここをしっかりと押さえて、いい動きで、いい動きを、イメージを、うまくね、苦手なところに活かしていただければと思っております。はい、ということでね、今回は長くまらさせていただきます。ゆる先生、ツイッターにするのもあったので、そちらもチェックフォローよろしくお願いいたします。またですね、オンラインスクールも営業してますので、体の秘密がね、もっと詳しく知りたいという方は、概要欄に貼ってますので、また覗いてみてください。まずね、ゆる先生自身は大阪にありますので、もっともっとね、自分の可能性上げたいとか、体の不思議体験したいという方はですね、一度大阪までご予約いただければと思っております。はい、ということで、今回はこれで下げます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。